ドイツで仕事をしたことはありますか、アルバイトをしたことがありますか。前インタビューの動画の中で日本人はドイツで働けるのっていう、まあ、テーマについて の動画を作ったんですけど、友達と一緒で、その時にすごい反応が良かった、たくさんの人が見てくれたので、だからもう一つの動画を、まあ、作ってみることにしますので、まあ、今日はそれを、まあ、ぜひ聞いてきてください。で、今日のテーマはですね、日本人 の留学生がドイツでどういうアルバイトが見つかるか、どういうアルバイトができるかというテーマについて話したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、まずはですね、一番簡単に見つけるアルバイトはですね、寿司屋で、まあ、飲食のバイトですよね。ドイツの街の中に寿司屋はあります。ただ、それは日本人が必ず経営してるわけじゃなくて、ほぼの場合は中国人か、あるいはベトナムの人が、その店を経営してると思うんですけれども、でも、日本人だとすごく採用しやすいんですよ。なぜかというと、日本人だから、そうすると、お店の中で、そのなんかアジアの雰囲気のために、そのシェフが中国人とか、ベトナムの方でも日本人ですってなるとこう採用しやすいんですよね、アルバイトで。あと、まあ、例えば日本でも味噌汁は多分作ったことあるかもしれないので、こうお寿司とか、そうするとすごくアルバイトでこうドイツで寿司屋はできると思います。それがまず一つ目で、うちも日本語を話したくて高校の時にこう日本に留学して、そしたらドイツに戻ったんだけど、うちの地元に日本人が一人もいなくて、だからちょっともうちょっと都会のあるドゥスルフという町で寿司屋で働いたことがあります。で、そうするとそこ のオーナーさんはベトナムの方なんだけど、そのお店の中で日本人のスタッフが3人仕事をしてきました。で、一人が寿司の50代の日本人と、まあ、飲食やってるそのお客様と関わってる日本人も一人と、あとなんか女性の方、彼女はなんか日本人でドイツで仕事をして、結局ね、彼女は何年かかってドイツで漫画家のデビューをしたんですよ。だからまあすごい面白いんですよ。で、まずバイトしたかったら寿司屋でバイトは多分一番簡単に見つけます。あとはですね、前の動画でもちょっと話したと思うんだけど、ベビーシッターっていう仕事、だから日本人だとなかなかその自分のお子さんを他人に預けられない人が多いかもしれないんだけど、ドイツだと夫婦がこう2人で仕事すると、まあ専業主婦にいる場合でも結局こね旦那さんとデートをしたいっていう時にはですね、ドイツ人はベビーシッターを使うんですよ。で、大体ベビーシッターは何かっていうと、大体そのお友達の家族のこうお姉さんって感じですね。大体一応14歳からそういうアルバイトは普通にできます。で、何をするかっていうと、その家族のお子様と一緒に夜で普通にカードゲームをしたり、一緒にテレビを見たり、だからその決まった時間、親が例えば子供は今この年齢だから7時には寝なさいとって言われて、そしたらその7時になる前にそのベビーシッターと一緒にゲームをしたり、一緒にテレビを見たり、犬と散歩したら何でもいいんだけど、時間になったらベビーシッターが子供たちがこうちゃんと寝るよっていう、まあそれが仕事の一つですね。で、そしたらその後子供がこう寝てる間にもテレビを見て、で、親がこうなんかデートからこう帰ってくると、で、そうするとまあお金をもらって完了っていう。で、それはなんか普通にドイツの中学生が結構やってるんですよ、アルバイトの中で。どこかの、まあ、知り合いの紹介でベビーシッターを探してますっていう、まあ、大体知り合いからそういう仕事が手に入るんだけど、もちろん自分が日本人だと こういう知り合いは最初いないんじゃないですか。でもドイツの eBay とか eBay クライアンツアゲンとか新聞の中でもベビーシッター今探してますみたいな、いろんなところで書いてあるんですよ。で、そうすると大体面接っていうか、その親とちょっとその何をすればいいかっていうのを話し合って、金額こう更新とか、まあ、そういうのいろいろあるかもしれないんだけど、結構アルバイトの中で
結構見つけやすい方だと思います。あとはですね、日本人だとできるのは例えば日本語教師です。ネットで自分でこう帽子を変えて日本人で日本語を教えてますとなると、まあ、ドイツ人 の、まあ、お客様が見つけるかもしれない。こうドイツ人でも、まあ、少ないかもしれないんだけど、こう日本語を勉強したい人も必ずいるの でそういうアルバイトは自分で探すか、あるいはそのネットの交番とかで探したり、ホームページはいろいろあるので、結局仕事は自分で探さないといけないんだけど、それが多分一番簡単かもしれない。あとはですね、大学生であればその大学の中の TA の仕事ももちろんドイツでできます。そうすると大学の教授と仲良くなってどこで募集があるかが分かるようになります。で、自分の成績が良かったら教授から話しかける時もありますので、だから留学生でもそういう仕事はできるかもしれない。むしろ自分がこう大学生で大学が人を探すとそれが採用しやすいんですよね。うん。あとは男性だったら、お庭の仕事、工場現場の仕事。で、そういうのも、普通にスキルとか経験なくてすぐ見つかる仕事ですので、だからそこも、採用するのは別として、すごい強くないとやっていけない仕事だから、そうすると、こう、日本人でこれができるのかなって、ドイツ人のこう、分厚い、男性が心配するかもしれないんだけど、一応そういう工場現場の仕事も、割と、ドイツ語を全く話せなくても結構簡単身につくと思います。そうするとこうドイツに留学してまだドイツ語がそこまでできてない状況だったら、そういうアルバイトは簡単に見つけると思います。で、そうするとアルバイトでお金をもらってドイツ国内で旅行したり、ヨーロッパこうイギリスにちょっと遊びに行ったり、ドイツのこうお城を見に行ったり、こうね、お金が手に入ればみんな元気になってこうね、いろんな楽しいことができるかもしれない。で、皆さんの質問です。ドイツでアルバイトをしたことがありますか？まずドイツにもし留学するのはどういうアルバイトをしたいか、そしてうちが一番気になるのはどういうアルバイトをして、その後そのお金を使ってどうするんだ、みんなドイツ国内で旅行したいか、どこに来たか、そういうのをぜひコメントで教えてきてください。 Twitter もやってますのでそれもフォローしてください。 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.